フランシス・スターンハーゲンはアメリカ合衆国の女優である。1930年にワシントン DC に生まれる。父ジョン・スターンハーゲンは連邦租税裁判所の判事だった一方、パートタイムで歌手としても活動していた。バージニア州の学校へ通った後にニューヨーク州にあるバッサー大学へ進学。在学中に演劇クラブに所属。所属時には クラブの部長にも選出されている。大学卒業後は、同じくニューヨークにある、マンスフィールドスクール・オブ・ザ・シアターとネイバーフット・プレイハウスで、さらに演劇を学んだ。演劇を学んだ後は、女優として、すぐに活動はせずに、演劇教師として、マサチューセッツ州にある、ミルトアカデミーで教壇に立った。1948年に、舞台劇、ガラスの動物園と、ガストーで、 舞台デビューを果たす。1955年には、ザ・スキン・オブ・アワ・ア o ティースという作品で、ブロードウェイデビューも飾った。同年に、オフブロードウェイテレビデビューも果たして、翌年に、オフブロードウェイ劇の同演目において、帯以上を獲得した。1967年には、ニューヨークの高校を舞台にした、青春映画の下り階段を登れで、映画デビューも果たした。 さらに1974年には、ニール・サイモンによる舞台、ザ・グッド・ドクトルへ出演して、トニー賞とドラマデスクアワードの最優秀女演女優賞を獲得。1995年にもトニー賞を獲得し、これまで同賞にはごどノミネートされている。映画デビュー後は、徐々に映画への露出も増えていき、日本でも、キャシー・ベイツ、ジェームズ・カーン主演のミザリーにおいて、 正義感の強い保安官の妻としても知られている。1981年に出演した SF 映画アウトランドではサターン助演女優賞も獲得している。これまでスティーブン・キングが原作の作品に起用されたことが多く、これまでミザリーをはじめフランク・ダラボン監督のミストのほか、1995年にはキングの小説ドロレス・クレイボーンの オーディオブックの主役も務めている。ありがとうございます。